カワカマス族は、カワカマス目カワカマス科の族、一か一族、パイク族とも、パイクと総称する。カワカマスとも総称するが、カワカマスは一種の名でもある。学名はギリシャ語のイソクスシグマクサイカラである。英語で槍を意味する。パイクは、ツルハシの意味の古語で、頭部の形が似ていることから。パイクはもともとは、 生魚のことで、若菜はピッケレルと呼ぶが、ピッケレルは現在では、類似の様々な魚も意味する。川カ,カマスは、その外観が海水魚カマスに似た川魚であることから、川と名付けられた。別名に、ヤリウオ、ヤリノウオ、ヤリなどがある。体は細長いが、名前の元になったカマスほどではない。断面は縦長である。頭部は長く、先は、 上下に潰れ、横から見ると尖って見える。ただし、横幅はほとんど狭まっておらず、口は横に大きく広がっており、大きな餌を丸飲みできる。鋭い歯を多く持ち、中国語名の犬魚はこの特徴から名付けられている。背びれが、後部に寄った位置にある。酒目の大部分には、その位置に油ひれがあるが、川かます属にはない。淡水魚。 わずかに汽水にも済む。パイクを使った紋章フランシス・ベーコンは、生と死の歴史で、パイクは、魚類の中で、最も寿命が長いとしている。紋章のデザインに使われる。アメリカ海軍の潜水艦 SS-6、SS-173 の2隻が、パイクと名付けられた。ソビエト連邦、ロシア海軍の攻撃型原子力潜水艦。 プロイエクト971、9719には、ロシア語で、カワカマスの意味の名称が付けられている。フランスローヌ、アルプ地方では、魚肉風味のクネルという食べ物が有名である。料理に使うときは、大きな骨を取り除き、濁いや、ハモやタチオのように骨切りして使う。原生種は5種。3種が、北アメリカのみ、1種が、アジアのみ、1種が、 北アメリカ、アジア、ヨーロッパに住むが、いずれも日本には住まない。ありがとうございます。